こんにちは、まりみちゃです。今日は、セリアと雑貨屋さんの方で購入したものが少しあるのでご紹介したいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。では早速セリアの方から、ご紹介していきます。まずこちらですね、ワックスペーパーになります。15枚入りで、ライトフローラルの柄です ね、こちらはこの前他の方の紹介動画で見てると、あ、可愛いなと思って購入してきました。こっちから開けた方がね、紙くちゃくちゃにならずに出てくるので、こちらの方から開けますね。こんな形、こんな感じの柄ですね。これでポケットとか作ったら可愛いなと思って購入してきました。可愛いですよね。またこれでポケットとか作ってみたいと思います。それとこちらですね、こちらの、これレターセットになるんですけれども、感じで、便箋が8枚とシールが4枚と封筒が4枚という感じですね。まず、便箋がこんな感じの大カットになってて、こんな感じで可愛いですね。なんかカラフルで、可愛いです。それと封筒は、あ、出せない、爪がありました。ここにこれは出せないはずだ。ドレッシングペーパー素材ですね、はい、こんな感じで、こんな感じになります。かわいいですね、かわいいです。また大きさもね、ちょうどちっちゃい感じなので、お裾分けファイルとかに入れてもいいかなと思って購入してきました。はい、それとこれですね、ちょっとすごい、これ私今まで見たことなかったんですけども、ラッピングコーナーにあったかな、こういうものがここにありましたっけ、チップパックのボタニカルですね。6枚入りになります。はい、これかわいいなと思って買ってきました。2種類あるみたいですね。こっちもかわいいですね。今こっちです。こっちもかわいいな。今日ちょっと分かんなかったな。こっちもかわいいなと思って買ってみました。もう一つチャック付きのギフトパック、これマチありですね。 M サイズで、4枚入りになります。これもまた可愛い、星が可愛いなと思って買ってきました。マチ付きなのでね、いろいろ入れれるかなと思って
込めてみました。うん、可愛いです。はい、あとこの水嵐のクラフト封筒ですね。洋型2号で18枚入り。これはまたあのポケットにしようかなと思って購入してきました。なかなかこのクラフト封筒が私今まで見つけられなくて、実は今回お初なんですよ。で、行ったセリアにはもう2つしかなくて、娘にお母さん2つしかないよ、買っとけばということで2つ購入してきました。またこれでいろいろポケット作っていきたいと思います。それとこちらのメモパッドですね。ハシビロコ、この目が可愛い。あとこのビビッドなピンクに青色ってところがね、とても可愛いなと思って買ってきました。で、中なんですが、中はこんなのと、こんな感じ。この表情可愛いですよね。これと、あとこんな柄ですね。すごく可愛いなと思って購入してきました。はい、それと、あとセリアでの購入品は以上になります。あとは雑貨屋さんですね、の方で購入したものなんですが、まずは、またメモパッドなんですけれども、これですね、トーストメモ、ちっちゃいの。これ実は 50% 引きだったんですよね。100均と同じ金額だなと思って購入してきました。2デザインって書いてありますね。80シート入ってですね、私中見てないんでわかんないんですけど、あ、本当だ、これハムだけ、あ、面白い。これソーセージ。あ、目玉焼きは目玉焼きはね、この上のここにプリントしてあるだけでした。ちょっとショックかも。あとはハムとソーセージだけです。ちょっと見本がなくてね、中まで見れなかったので、今ちょっと見てびっくり、ちょっと面白かったです。はい、とこちらと、もう一つね、このジャムの方ですねを購入してきたんですが、こちらもなんだかそんな香りしますよね。よいしょ。こちらも、同じ 50% 引きだったんですが、トゥーデザインの80シートで一緒ですね。これも、あ、やっぱりこのハートのジャムが可愛いなと思って買ってきたのに、めくるとジャムがないっていう。あ、でもこれ可愛い、綺麗ですよね。マーブルだ。へえ、可愛いですね。うん、こちらの方購入してきました。こちらのね、お裾分けファイルの方とかに入れれたらなと思って、はい、よいしょ。それと、こちらですね、ミニレターセット買ってきました。こちらも 50% オフだったんですよね。可愛いなと思って購入してきました。他にもいろんな柄あったんですけどね、これ可愛いなと思って、これもお裾分けファイルにちょうど入れる大きさだなと思って購入してきました。はい、ちょうど商品入れ替えの時期なんですかね、結構あのバーゲンしてましたね。はい、で、あとこちらですね、こちらのレターセットを買ってきてみました。便箋が24枚の封筒が12個、結構いっぱい入ってて、柄はこんな感
じのお花柄、小花柄ですね。こんな、うん、これまた可愛いなと思って。見えるかな、色によってお花が違う感じですかね。はい、紫のこれはきっとラベンダーかな。赤色は何だろうちょっとわかんないですけど可愛いなと思って購入してきました。はい、ちょっとお手紙書きますお手紙書きたいと思います。はい、はい、置く場所がなくなっちゃった。はい、今回の動画は以上になります。今ね、とても雨がひどくって皆さん大丈夫でしょうか。私の住んでるところもすごい雨降ってて、電車が遅れたり運休になったりっていろいろ大変です。皆様お気をつけてお過ごしください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。